どうもこんにちは、Tチャンネルです。今日は、よく YouTuber の方がやられてるキキドリンク、スポーツドリンクですけど、普段自分スポーツドリンクやっぱ練習の時に飲むんで、いかにそれが合ってるかどうかっていうのをちょっと試したいなと思って、今回やっていきたいなっていうふうに思うんですけど、ちょっと一人でやると寂しいなと思うんで、今回ちょっとゲストを呼んでるんで、ちょっとゲストの方と対決という形でやっていきたいなというふうに思ってます。ではじゃあゲストを呼びしましょう。どうぞ。なんだから分からちゃんと呼んでください。それではゲストの方に来ていただきましょう。どうぞ。アロハー。じゃあ人工と佐野千秋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。叩いて叩いてこっちの、YouTube にも、僕出たことあるんで、2人は、仲良しなんで来ていただきました今回。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。1回やったことある。1回やったことあるよね。1回私はやったことがある。その時は7種類で全問正解。なるほど。今回6種類用意してるんで、多分楽勝だと思うんで、負けないように、自分もね、やっぱいろんなスポーツドリンク、飲んでるんで、負けてらんないというふうに思うんで、ちょっと頑張ります。それではやっていきましょう。今回のキキスポーツドリンクは、こちらの6種類でやりたいと思います。この中で飲み慣れてるのある？これ俺はポカリかな。あとはあんま普段のこれ絶妙じゃない。一通り飲んだことあるけど、飲み慣れてるのはやっぱね、私は頑張っていきたいと思います。では早速やっていきたいなというふうに思うんですけど、ここに、A から何でしたっけ F の6種類あって、もう、A から F で別のところに、スポーツドリンクが隠してあるんで、僕らはここに何が入ってるかわからない状態なので、それを適当な順番に飲んで、紙に A から F を当てていくという風に。一気にいた方がいいよね。一個一個いくより。どうなんですかね。あ、でも A でこれこれかな、あ、でもこれ取り替えようかなってやった方がいいんじゃない。やった方がいい、じゃあそれでいきます。あなたのチャンネル。それでいこう。じゃあ早速、あ、じゃあ紙手元に欲しい。紙で、もう一気に書いて出す。そうだね。うん、見るなよ。いやだ。見て、ああ、そうなるほど。見るなよ。そういうことね。いや、もうこれ適当に言っていいですよね。いただきます。じゃあいいかな。なんかちょっと緊張して味わからなくなってきた。カンニング出しよ。はい。マジわかんない。もう一回ちょっと書き出して直しあり、直しあり、そうそう、一回ちょっと、やべ、名前がわかんない。あ、それは言っちゃってもいい。水色のやつ何？ポカリに似たやつ。イオンウォーター。やべえ。これスタートってやると下が悪い。
な。ん？これ微妙だな。結果発表。急にテンション上がってる。終わったから、はい、もう終わったで緊張ほぐれました。じゃあ実際に2人でせーのって出して出す答え出すんで、答え合わせをさらにちょっと今日スペシャルゲスト呼んでるんで、ジャケの旦那に来てもらってます。せっかくなんで。じゃあまず答えじゃ出して、A から順に答え合わせという風な流れでいきたいと思います。じゃあいきます。せーの、ドン。あれ、ちょっと違う。A と A と C が違う。あと一緒、あと一緒だと思う。おお、でも、ね、でも A と C めっちゃ悩んだ。悩んだ。え、わかんない。 A、B、C が結構本当似てて、どっちが薄いんだろうみたいな。これおもろいぞ。これ、これ俺負けたらやばいな。下から発表してもらおう。そう、下から。からね、よしよし。じゃあ、から F からお願いします。F からいきますよ。じゃあ F。はい。ボディメンテ。はいはいはい。まあまあまあ、この辺でビビってたら答えらんないですよ。はい、じゃあここはもうポンポン。ポンポンいきましょう。次、E。E は。OS。 OS。 はい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 。じゃあ D。 いいよ、バーム。バーム、はい、いいよ、ここまでいいよ。まあまあ楽勝この辺は。次はこっから D。 あ、 B、 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 じゃあ B を行こう。 B とく、はい。 B はアクリル。お、すげえ。え、じゃあマジでわかんねえ。どっちかだね。どっちかだね、それ。 A か。じゃあ普通にじゃあ A を教えてもらいましょうか。じゃあ A はよっしゃー。よっしゃー。よかった。じゃあ C がポカリのイオンウォーターってことで、やった。まあさすがにね、まあやらしてもろてます。でも見て見て、最初ポカリって書いて、あ、でも違うかもと思って書いて。いや、まあまあ間違えてるから。というわけで、うそー。まあ今回、いや、よかった当てといて。まあね、ちょっと自信なかったですけど、やっぱちょっと下がやっぱなんていうの、知らない。下が知らない。下が超えてる。超えてるんで。超えてるって別に高級品とかじゃ。はい、まあ、よかったです。じゃあちょっと、じゃあなんかあれ、負けた方罰ゲームでしたっけ。聞いてない、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 聞いてない。マジ、すごいね。これはでも、ちょっとありがとう、嬉しいとね、チャンネルやってる、やっぱ主としてね、はい、当ててもらってよかった。ちょっと勝負ごとで、自分のチャンネルで やっと勝てたんで、やらせて、ちょっと、ちょっと、やらせて、やらせて。
ここに米重視で入りますから、嫌だっすね。嫌だっすね。え、マジで？でもやっぱすごいこれ、うん、ちょっと次なんか調子乗って違う聞きなんかもやって、あれお茶でやりたいんだよ。あ、お茶、なるほど、うん、お茶難しそう。お茶でちょっとじゃあ次はお茶に挑戦したいですね。はい、調子乗っちゃったよ。まあ、他になんか聞き何々やってほしいとかあったらちょっとコメント欄にぜひお願いします。じゃあというわけで今回、まあ、無事自分が勝つことができました。無事自分が、ありがとうございます。負けていただいてありがとうございます。なんかお知らせありますか？あ、大丈夫です。あ、まあ、あ、じゃあ YouTube やってるんで。あるでしょ、そのお知らせ。ぜひ、はい、私もサノチヤキチャンネルっていう YouTube チャンネルやってるんで、はい、ぜひ概要欄に貼ってあるはずなので、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。じゃあまたいつかコラボしてください。いやですもう。お茶で。次はお茶で会いましょう。いやです。それではさよなら皆さん。さよなら。ありがとうございました。